てさくらさんにもね、ご自身がやってるキャラクターを紹介していただきたいなと思います。はい、はい、みたけらんというキャラクターなんですけど、あ、これはいや、いいですね、かわいいですね。これ蒼天のトゥインクルブルーガチャの時ですかね、うん、そうです。結構攻めた衣装を着ている、うんうん、なんかちょっとロゼリアっぽい、うん、そうだね、あ、確かにっていうか、うん、すごいなんかもともとは結構いいとこの娘さんなんですけど、うんうん、でも、まあ、ロックにちょっと見入られというか、はい、でみんなで演奏したりとか歌ったり、うん、ライブしたりするのがすごく好きで、メンバーを大事にしている、はい、何よりもまずメンバーっていう風な考えがすごく強い子なので、こうなんだろう、すごく多分人見知りだし、うん、そうですね、うん、あんまり器用な子ではないんですけど、うん、バンドのためメンバーのためには、うん、結構ちゃんと力を発揮できる子ですし、うん、不器用なところがまたちょっとメンバーに愛されている一つの理由だったりするのかななんて思うんですけど、ドランが言えないことだったりを他のメンバーがきっとこう考えてるんだろうなって言っていて、うん、代弁してあげたりとか、いやー、ありがてえしてますよね、結構ね、でもその不器用さがでもすごい可愛いから、なんかこう世話したくなる感じがあるよね、うん、逆にね、うん、ランは言いたいのこういうことだよねね、分かってるよっていうなんか言ってあげたくなっちゃうそう、もうそういうメンバーにね、ほんと支えられて頑張っている子です。幼馴染5人でね結成してるバンドなの ですごい仲良しなんですよ ね分かり合ってますね、心の底まで、ね、あとさっきのなんか絵ってもう一回出ます、モカの時のですか、あ、これこれ、うん、意外とあスタイルいい、ね、これはすごい急に取り出してきました、喋、ね、り出したのなんでこのタイミングですごい喋り始めた、ここが透けてる、ね、そう、すごいと思って透けてるけど、あ、あ、あ、谷間がすごいんだよ、これ多分すごい本人ぶつくさ言いながら着てそうですけど、確かにね、なんか新衣装みたいなの見ました、皆さん、あ、なんかツイッターに上がってるの見た、そう、あれもすごい可愛いけど、ちょっとセクシーな感じで、なんか、なんて言ったらいいんだ、ガーターベルトみたいな、ね、つけてますね、そうのだったりとかがすごいスタイリッシュでかっこいいんですけど、ぜひまだの方見てみてください、みんな可愛いですね、